こんにちは。こんにちは。今日はですね、僕たちが今泊まってるホストの方がシェアハウスを運営してるので、湯河原で。うんうん。今日はまあその紹介をちょっとしたいと思います。イエーイ。結構ね、広いよね。めっちゃ広い。うん。これもね、なんかルーフの人が、ボランティアの人が作ってくれた看板みたいです。でも一泊多分3000円とか、ああ、うん。泊まれる。エアビーとかでね。そうそうそう、エアビーで泊まれる。それが中に。行きましょう。こんな感じでなんか結構、外国の人も多いよ。ね。いろんな言語で、ようこそって書かれてるね。ねえ。で、ここは、リビングルーム。共有のリビングルームで、うんうん。いいね。で、ここでは、まあ普通に泊まってる人が自由に使えるのもそうだけど、あとホストの人が、たまに、イノシシとかが取れたら、解体して料理をしてくれたり、うんうん、それをみんなで、まあ宿泊者の人も食べたりするみたいな空間。うんうん。まあ、楽運が良ければ無料で日本料理が食べれる。うん、であとは、まあ、宿泊者が結構多ければその宿泊者が一品料理を出し合っておかず、パーティーみたいな感じでみんなで食事するっていう場みたいです。いいね。でこのテレビもあるし、うん、テレビ YouTube とか直接つなげて見れたり、うんうん、こっちはキッチン、宿泊者とかはここも自由に使えるよ、うん、キッチン、シェアキッチン結構広いよね。だいぶ、しかも何でも揃ってるし、そうね、結構何でも入ってますね。でも長期滞在の人とかも結構いるみたいなんで、うん、長期でいる人とかは、まあ、食材買って料理もできるし、うん、ウォーターサーバーとかもあったり、完璧です。じゃあ部屋紹介。はい。部屋はまあ1階と2階と3階まであるのかな。うん。1階の部屋これかな、こんな感じ。1階の部屋こんな感じ。うん、広いですね。うん、結構いい。これなんか100円ショップ、カップラーメンとか、ね、自作のお菓子とか全部100円で買えるっていう、かなりいい。各階に100均ショップはあるそうです。じゃあ2階の部屋に行きます。行きましょう。こういう日本ならではのね、赤富士が。これもね、ボランティアの人が絵で描いたんです。うん、かっこいいよね。まあ、ここがトイレ。はい。2階のトイレ。綺麗ですね。うん、で、ここがランドリールーム。うん。洗濯機2台使えるし、うん、ここで干せる、部屋でも多分干せるし、うんうん、ここでも干せる感じ。景色がいいね。いいよね。テラスも出ていいんだよね。そうそう、テラスもあって、こちらも洗剤もね、あります。使える。うんうん。まあ、ここはベッドもあるけど宿泊者さんは使ってないんだもんね、ほぼ。まあ本当になんか満帆になった時だけ、団体客とかが来たらここは使うみたいな感じだし。2階の100均ショップ。ここは今長期滞在の人が、アメリカ人のあのアーティストが泊まってる部屋、うんうん、ここは203、うん、ここは2階の部屋ですね。綺麗な、マックス多分布団とかもあるから4人は泊まれるかなって感じね。障子もね、すごい綺麗。あ、障子じゃない、襖か。襖も綺麗だし、うん、景色も綺麗だね。うん、海が見えます。エアコンもあるし、うんうん、テレビもある。テレビも完璧。で、空気清浄機も、うん、
しかも最新のね。いいよね。いいですね。で、あと、洗面所もね、独立洗面台もあるし。うん。結構いいかな。いい部屋。2階に大浴場があって、ここは男かな。いや、一応両方使えないのかな。男女共有？うん。けど、あの、個別で一人一人入れるところもある。こんな感じで。シャワーが3台。シャワー3つあって、お風呂。うん。で、2階にもう1個。違う。小浴場があって、こっちは一人用かな。うん。シャワーが1台と、ちっちゃい浴場が1台。うん。で、3階に行きます。はい。長期滞在の方が今、うん、宿泊してますね。301テレビとかに出てた不動産関係の人。301、はい、3階の部屋。これ3階の部屋です。はい、ここめっちゃいいね。ね、日当たりも最高だしね。ここにはね、テラスもあるから。そして最高の景色。うん、朝とかがね、海に反射して、太陽が反射してすごい綺麗なんだよね。うん。そう、3階のこの部屋はトイレもしっかりここね。はい。独立のトイレもある。これ洗面台。いい。3階の。で、あとここ。はい。ここも、うん、洗面台と Wi-Fi もあって、お手洗いもトイレもあります。あります。トイレは基本的にウォシュレットがついてる、うん。これが3階の。広いですね。広いし、ここも空気清浄機。うん。テレビがでかいね。めちゃくちゃ大きい。めっちゃ綺麗。見やすそうですね。これはね、私たちが張り替えた障子です。さっきのベランダとつながってる感じ。景色が絶対いいよ、これは。どの部屋泊まっても正解だね、これは。そうだね。で、まあ、ここは、まあ、一部屋普通に一人でも泊まれるし、二人でも泊まれる。うんうん。で、ちょっとでかい部屋は4人とか。うん。一応その部屋に、今ある布団以外にも、ベッド以外にも、布団が多分入ってて、うん。うんうん。まあ、4人から6人は泊まれるっていう。うんうん。複数人でも一人でも行けるのがいいね。そうそうそう。で、まあ、予約、するなら基本的に Airbnb、うん、Airbnb で載ってるので、うん、そこから予約するっていう感じです。うん、まあ、リンクを概要欄に貼っておくんで、まあ、気になる人はぜひ。